はい。それでは電話の発信機能ですね。あと電話を受ける機能もやりましょう。もちろんこのスマホには音声の SIM カードが入っていないとダメですけどね。やってみますね。これから、こっちの固定電話の方に電話をかけてみたいと思います。ここを押して、で、ここでダイヤルします。ダイヤルと。 そうすると、ローカルコールするか、Bluetooth でコールするかっていうのが聞かれます。今、SIM カードここに入ってないので、ローカルコールは選択できないよと。で、BT コールしますと。はい。ね、こうなると。来 <noise> ましたね。はい。で、バック。これで切ることができると。 とコールをキャンセルするのってこっちからできないんだ。それちょっと不便だな。ちなみにこっからかけることもできます。同じ画面ですよね。じゃあ次です。電話を受けてみます。こっちからまこれを経由してここに電話をかけてみます。うん、行きますね。